こんにちは、ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますカメラは、バルナックライカの非常に代表的なですね、ポピュラーなモデルになりますね。ライカ、バルナックライカの 3F レッドダイヤルになりますね。はい。はい。こちらのですね、シンクロメモリーというですね、このメモリーが赤い刻印で描かれております。通称レッドダイヤルとですね、言われているモデルになっております。で、もってですね、ここにセルフタイマーがついてますね。セルフ付きというですね、非常に人気の高いモデルになってますので、ぜひチェックしてください。ではですね、シリアル812771ですので、1956年ですね、のドイツ製バルナックライカ 3F レッドダイヤルということになりますね。はい。では外観から見ていきます。こうパッと見たところ、ほぼほぼだいぶ綺麗でですね、目立つすれあたり凹みもなく、だいぶ綺麗な状態だと言っていいと思いますね。こういうところにですね、強いて言うと、この何かアクセサリーをつけた後ですね、このファインダーつけた後がちょっとあるのと、ちょっとここにすれがありますね。はい。あとはこういう肩の部分とかにぶつけたり当たったりとかですね、ストラップの跡などもありませんし、アイピースも綺麗ですね。フロントも、こういったところに、メッキの摩耗などありませんし、綺麗な状態だと言っていいと思いますね。底蓋も綺麗ですね。細かいすれなども全然見当たらずに、もちろん落下して当たったりした後も全然見えずに、大変綺麗な状態ですね、これ。はい。この、三脚ネジアダプターがついてますね。それと、この、ストラップを通すための三角リングがついてますね。これ前のオーナーさんが使ってたんでしょうね。はい。外観はだいぶ綺麗だと思いますけれども、客観的にご確認をいただけましたらと思いますね。はい。あと、針側の状態なんですけれども、針側がですね、おそらくこれは、一見きっちり貼られてるんですけども、これオリジナルじゃなくてですね、ちょっと補修してあるというか貼り替えられていますね。でもってちょっと貼り替えがちょっとですね、あんまり、ちょっとここに隙間があるのと、ここにちょっと被さっててですね、はみ出ちゃってますね。はい。オリジナルじゃなくて、まあ貼り替えなので、はい、そこら辺にこだわる方は一応ご留意ください。一応ですね、こう、浮いたりとかですね、割れたりせずにこう手にしっくりと馴染んで、持ちやすい状態はキープしています。はい。では、ファインダーですね。ファインダー見ていきます。ファインダーフロントから見て曇りカビバルサム切れとか、チリホコリ見えないですね。はい。接眼部から見てもですね、曇りカビとか、黄ばみとかホコリって見えないですね。で、もって二重像もですね、縦ずれなくしっかり、くっきり見えておりまして、まあ、コントラストもしっかりしてますね。縦ずれもなく、ピント合わせ、フレーミングともに何のないファインダーをキープしております。はい。ではですね、シャッターをチェックしていきます。この上側のダイヤルが高速の側のダイヤルですね。で、このフロントについているのが低速側のダイヤルになっております。低速の1秒からまずは見ていきます。これ1秒ですね。1秒しっかり切れてますね。はい。安定してます。続いて、2分の1秒。はい。しっかり可変してますね。でもってしっかりこちらも安定して切れてます。次が5分の1秒になりますね。はい。しっかり可変して、こちらもいいですね。しっかりと切れております。低速にシャッターの粘りとかですね、幕の遅れなどないのがお分かりいただけます。高速側のシャッターに行きまして、100分の1秒見ていきましょう。はい、100分の1秒。いいですね。こちらもシャッター音変わりまして、綺麗に、こう、安定して切れてますね。スナップなどではよくお使いになるスピードだと思います。でもって、シャッター幕もちょっと見づらいかもしれませんが、ひび割れたりとかですね。よりよりになったり、白くなったりしてませんね。はい。じゃあ、ここで、このセルフタイマーもチェックしていきます。このレバーをぐっと下まで下げてもらって、はい。このスイッチでスタートしますね。
途中で弱くなったりしないでしっかりこう動いてますね。はい、ここでシャッター切れて、はい、最後までしっかりと動作してます。底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、金属の腐食、サビなど見当たらないですね。オリジナルのスプールもしっかりついております。はい、中身も綺麗ですね。底蓋もこうしっかりと、はい、閉まってまして、はい、きつすぎたりとかですね、こう緩かったりしてませんね。はい、ということで、はい、非常にいい状態のですね、バルナックライカの 3F ですね、レッドダイヤルになりますが、念のため末永くお使いいただくために、全体的な分解整備清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。付属品がこちらの、はい、ボディキャップになってますね。ということで、バルナックライカの代表的モデル、バルナックライカ 3F のレッドダイヤル、セルフ付きになっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。